ネット競馬ニュースフラッシュ。こんにちは。1月29日水曜日、本日のニュースを担当いたします、大川の奇跡手塚美代です。この番組では毎週月曜日から金曜日に大川の奇跡のメンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えしていきます。本日は27日に都内ホテルにて行われた2019年度 JRA 賞の授賞式についてお伝えします。まずは JRA 最多勝利数、 JRA 最多賞金獲得騎手、 MVJ の3部門で受賞したルメール騎手、3年連続の受賞に18年より簡単ではなかったとコメント。今後の目標を聞かれると、日本馬で海外のレースを勝ちたいと意気込みました。そして今回の年度代表馬に選出されたのはミスグラシューです。自身も最多賞金獲得調教師に輝いた矢作義人調教師は、壇上で思わず男泣き。圧巻のラストランから1ヶ月、改めて大きな喜びに包まれました。そして私たち大川の奇跡も注目する馬事文化賞は、早見和正氏執筆の競馬を題材とした小説作品、ザ・ロイヤルファミリーが受賞しました。馬主を主人公とした血と夢の継承がテーマで、小説作品としては宮本照氏の優秀以来の受賞となりました。他にもたくさんの方が受賞した2019年度 JRA 賞、今年は誰が手にするのか、この1年楽しみですね。そして大川の奇跡の大きな一つの目標としても、この馬事文化賞をいつか受賞できるよう日々活動を頑張っていきたいと思います。続いてはミオの新馬ピックアップ。今週デビュー予定の注目の新馬をピックアップしていきたいと思います。今回の注目は日曜日の新馬戦でデビュー予定のレッチェバロックです。中山芝 1600m でデビュー予定の美穂の藤沢和雄厩舎所属レッチェバロック、鞍上はルメール騎士の予定。昨年の OBS トレーニングセールで52万ドルで落札され、当時の思想はダートコースで1ハロン9秒8という好タイムを出しています。12月6日にゲート試験をパスし、12月22日の中山芝 1600m でデビューを予定していましたが除外され、ここまでじっくり待機してきました。藤沢和雄厩舎らしく目立った時計は出ていないですが、ウッドコースを中心にじっくりと本数を乗り込んでいます。気のいい牝馬で前向きすぎるくらいだけど、徐々に落ち着きが出ている。芝向きのいいスピードがあるし、初戦から楽しみですと藤沢調教師、待ちに待ったデビュー戦をぜひ注目してみてください。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。